こんにちは、真田孔明です。今日はですね、お金の2つの難関を突破できる戦略術、5ポケツについてお話します。目標年収1000万というですね、お金の世界の登竜門を達成しながら、お金の本当の原理原則を知って活用することでですね、収入という面以外の部分で使えるお金イコール資金がですね、年月の経過とともに積み上がり続ける戦略術、その基礎中の基礎の部分ですね。高校の授業が難しすぎて分からなくなってしまったとき、中学校の基礎に戻ってみる的なことがですね、この大富豪ファーザー直伝の北のセオリーシリーズでも必要なんですね。老後含めた残りの人生の中で、ご自身があといくら必要なのか計算できているでしょうか。そこで算出された数字から逆算される形でですね、目標年収が計算されることになるんですけれども、この際確認しなければならないことがいくつかあるんですね。例えば奥様とお子様2人がいる4人家族の場合ですね、目標年収1000万っていうのがまずクリアするべきですね、登竜門になってくるんではないでしょうか。目標年収1000万で実現できるライフスタイル、オートロック付きのマンション、それなりのランクの車、そして子供の私立学校、家族とともに選択肢のある人生を送ることができる年収が1000万。これはリアルな資質に落とし込んでみると誰もが納得する部分だと思うんですね。ところが年収1000万というのはですね、実際は全就労人口の 3.8% 未満の方々しかもらえていない収入なんですね。目標年収1000万の達成っていうのは、競争で勝ち続けることで全就労人口の 3.8% の中に入ることを意味します。100人の社会人がいても年収1000万を獲得しているのは 3、4人しかいないっていうことなんで、まあ、普通かつ適当にやってるだけで達成できる目標というわけではないわけなんですね。けれどもですね、100人中3、4人に入る高難易度な目標年収1000万を達成できたとしてもですね、じゃあ手元にいくら資金が残るのというと難しい問題があります。自宅、車、子供の学校を中心とした生活費を使った後、毎月手元に残るのはそれほど大きくないわけなんですね。4人家族の場合、毎月5万円ずつの貯金をし続けることだけでも大変です。三大支出を維持継続しながら毎月5万円貯金しすぎてもですね、5万円かける12ヶ月かける 33.3 年イコール2000万円ですね、まあ、こういう計算式が成立している限り、残りの就労期間どんなに全速力で働き続けたとしてもですね、老後の資金2000万を貯めることさえかなり困難なことがわかります。仮に目標年収1000万達成できたとしても、実際に資金として蓄積し続けられるお金というのはどうやってできるのか。次はこの部分が大きな課題になってくるわけなんですね。目標年収1000万を達成できたとしてもですね、年収を上げるという成功法だけではなかなか手元に使えるお金、資金が残らないことがわかります。一方で自分の可処分時間、可処分労力、との相対関係も考慮する必要がありますよね。年月の経過、自分の老化とともにですね、実行可能な選択肢もどんどんなくなってくるわけなんです。 Excel ファイルを立ち上げてですね、年月に落とし込んで数値化してみると、残りの人生で自分が頑張れる年月っていうのは意外と少ないことに気づかされます。いやおうなしにその相対関係が生じている中で、本来いくら稼いでも残すことが困難な資金、これをどうやって残すのか、ここが僕たちが直面する次の大きな問題になってくるわけですね。僕たちの若さと健康が永遠のものであったらですね、問題を先延ばし続けて、今はまだやる気が起きないんで100年後にやりますみたいなロジックも成り立つかもしれないんですけれども、実際僕たちは30代を境にどんどん下り坂に入っていくわけだし、60、70にもなればですね、今当たり前のようにできていることができなくなってしまうっていうこともたくさんあるわけなんですね。限りある期間内で限りある僕たちの可処分時間、可処分労力を最大限に活かしながら、第一関門、目標年収1000万の壁、第二関門、十分な選択肢のある資金を積み上げ続ける壁、二つの難関を突破しなければならないことを意味しているわけなんですね。老後の2000万問題、これがテレビ、新聞、雑誌、ネットなどで取り上げられてるんですけども、この問題は決して大げさなお話ではなくてですね、大多数の日本人に直面しているかなりリアリティがある問題だっていうことがわかるわけなんですね。この真実だけを目の前に突きつけられてしまうと絶望、この2文字しか浮かばなくなってしまうんですけど、
そんな暗雲立ち込める暗闇の中にですね、一筋の光明が差し込むかのごとく、僕たちが手に入れてしまった二つの大きな問題、難関を突破できる戦略術。これがファイブポケッツ。サラリーマンでお金をもらう、ビジネスでお金を稼ぐ、銀行融資でお金を作る、投資でお金を増やす、物販でお金を回す。5つ一つ一つは世の中に多くの方々も取り組んでいる普通のことなんですけれども、方程式に沿って組み合わせるだけで重力に抗う推進力を得たような形ですね。第一関門、目標年収1000万の壁。第二関門、十分な選択肢のある資金を積み上げ続ける壁。極めて再現性高く突破することが可能になるわけなんですね。これがファイブポケッツの中に集約されているわけなんです。確かな再現性の高い戦略術は存在しています。あとは覚悟を固めてやるかやらないか。これ以上現実から逃げて問題を先に延ばし続けるとですね、どうなるのか。僕が具体的にお伝えしなくても、それぞれ Excel ファイルで叩いて算した数字が未来の結末をね、指し示してくれると思うんです。あの世に行ってから幸せになりましょう。それではどっかの宗教です。生きてるうちに自分の頭がボケる前にですね、体が動くうちに、夢や希望ではなく現実に達成できる目標にできないと、いつまで経っても現実は何も変わりません。お金に興味を持つこと自体、現実とのギャップを感じるだけで苦痛なことになってしまいます。ここに運の良し悪しっていうのも全く関係ありません。ご自身の意思で選んでいる現状の延長上にある必然的に訪れる未来なわけなんです。お金にまつわることっていうのは、常に自分の時間と労力っていう限られたリソースと見比べながらですね、考えなければなりません。偶然ではなくて、全てに根拠のある必然の成功として、目標年収1000万を達成できていない場合、それ以上の年収領域にまつわる何を学んでも意味がありません。今日時点において目標年収1000万を達成できていない場合、具体的に何歳までに目標年収1000万を達成か、ただ年収を上げるだけでもダメで、その上でどうやって資金として残るお金を積み上げるのか。しかしこれもですね、数ヶ月単位の短期間でどうにかなる問題でもなくて、年単位のスケールの話です。つまり開始が遅れれば遅れるほどに、折り返しのつかないところまで追い込まれてしまうわけなんです。今考えて行動を開始しなければ、一体いつできるんでしょうか。ファイブポケッツ戦略術、これは現実に再現できる確かな戦略術です。しかしこれさえもですね、集中して学んで実行に移さないと手遅れになるのは必然です。やるならやる、やらないなら潔く諦める。限りある人生の中、もしも挑戦しようという考えを固めているんだとしたらですね、いつか始めようではなくて、今から真剣に取り組みを開始することを推奨させていただきます。